はい、こんにちは。週刊同会学骨董会というプロの田中です。アーティゾン美術館さんですね。もう新装開店のね、アーティゾン美術館ですけども、これ両多分これ両方、藤島大吉の作品だと思うんですけれども、ピラッと開くと全部見れるというね。藤島武二先生の作品は、藤島武二ってのは日本洋画の初期の時に非常に重要な作家でですね、まあ、今の芸大でですね、教鞭をとってですね、多くの後進を育てた作家ですね。まあ、まあ、ある意味アカデミズムの人というかですね、非常にまあエリート的な存在ではあったかなと思いますけれども、まあ、私もこの間行ってまいりましたが、藤島武二先生の作品ですね、うちでも多数使っております。もしお持ちのものありましたらですね、この開花骨董買取プロのページまでぜひご連絡いただければと思います。はい、ありがとうございます。